慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。まるで気配がない。外も見るか。
押し物が濡れておる。隙をつかれたな。血まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い人を救ってやれ。務めます。助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始めるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の下る土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて千んことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義と対馬第一の早業の武者を頼みけり。
重則、刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ること当たわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なりぎりで、最後の獣が発るほど雨雲さりて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子の、また獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか？古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。
し。дараа мутарч чадахгүй.古賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。
これを探しておったか。いずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。叔父上が生きておいででよかった。教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。決して。お侍様、ここを通ってはなりません。
お侍様、ここを通ってはなりません。ここの葉を集めたのか。あれか、白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。
動くな。ああ、菰田を生き延びたのですね。あのまま死ぬのかと思いました。恩に来ます。もう行け。どこかにかくまってもらえ。そんな場所ありません。猛虎はこの近くの辻で待ち伏せして通るものを捕らえてるんです。案ずることはないぞ。任せておけ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。人のうめき声だ。
犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から紫電一閃を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。甲賀に得得させるわけにはいかぬ。連れてきた猛虎だ。
みだ。あれが試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に試練一線を授かったぞ。その身で受けよ。それは違う。この場で見極めておる。早い。技のみでは俺には勝てぬ。かような最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一線を使うとお主に誓おう。